Hey guys! Welcome to Kimono Mama's Kitchen. I'm Moe. Today, I'm going to show you how to make bento box. こんにちは、Kimono Mama です。今日はお弁当です。今ちょっと外に出れないですけども、ぜひお庭やベランダやお家の中でもお弁当を作って遠足気分を味わってみてください。スイちゃん、スイちゃん、スイちゃん、そっち行ったか。スイちゃん、そっち行ったか。あかん、あかん、あかん、あかん。はい、じゃあ。鶏そぼろ弁当を作ります。おかずを3品作るので下ごしらえからいきましょう。こちらが材料です。鶏ミンチ、ミニトマト、さつまいも、レモン、人参、しそ。この青菜は今お買い物に出れないので茹でて保存しておいたものです。しそも海外にはないかと思いますが、葉っぱのお野菜なら何でもいいです。あるものを活用していきましょう。さつまいもを輪切りにしていきます。一度洗ってでんぷん質を落としてお水につけて置いておきましょう。人参の皮をむいて薄切りにして、千切りにしていきます。塩をなじませてしんなりするまで置いておきます。茹でた青菜を5センチくらいに切りましょう。レモンは輪切りにします。さつまいもをお鍋に入れてお水をひたひたに注ぎましょう。ここにレモンをのせて、お砂糖を大さじ3、さつまいもに火が通るまで火にかけます。次はごまあえの衣を作ります。お砂糖大さじ1、すりごまも1、お醤油も大さじ1、青菜を加えて混ぜ合わせたらごまあえの出来上がりです。これはほうれん草でもアスパラでも何でも美味しく食べれます。次は人参のツナあえ。キッチンペーパーでお塩をまぶしておいた人参の水気を取りましょう。ツナ缶を入れて、そこにごま油を少し、これで完成です。次はメインのそぼろいきますよ。鶏ひき肉をお鍋に入れて、お醤油を大さじ3、お砂糖が大さじ2、みりんが大さじ1、ひたひたにお水を入れてかき混ぜます。火にかけながら火が通ってポロポロになるまでぐるぐる混ぜましょう。水気がなくなってきたら鶏そぼろの出来上がりです。これはご飯にかけるとすごく美味しいので、うちの定番でよく多めに作って冷凍していつでも食べれるようにしてあります。卵を割りましょう。よくかき混ぜて塩コショウ、熱したフライパンに卵を入れて、固まる前から菜箸で素早く細かくポロポロになるまで
火にかけます。これでおかずのすべて出来上がりました。今日のお弁当箱はこの2種類を使います。この大きい方がもともとお菓子の入れ物か何かで隙間が空いているので、中にクッキングシートを敷いて使っています。お弁当を詰めていきますよ。まずご飯を3分の2くらい敷き詰めます。この上にそぼろが乗るので薄く敷いていきましょう。次はそぼろ、おつゆをしっかり切って乗せていきましょう。卵とそぼろで2色にするのでご飯の半分を覆っていきます。卵でご飯の白い部分を埋めていきましょう。スプーンの背中でご飯の断面を斜めに押さえつけていきます。これはお弁当を美しく盛り付けるポイントです。その斜めにした部分にシソを乗せます。ご飯とおかずの仕切りです。シソには殺菌効果があるのでお弁当によく入れます。おかずは汁気を取ってから入れるのでキッチンペーパーを用意して、まずはさつまいものレモン煮。お弁当を色鮮やかに作るポイントは隣の色と違う色を配置していくことです。卵が黄色でさつまいもも黄色なので間にしその緑があった方が綺麗ですよね。で次はごま和え。大きめのおかずの位置を最初に決めて、細かいおかずは最後に入れ込むとまとまりいいと思います。色が鮮やかだと栄養もバランスも取れるので、お弁当のおかず何にしようかなと悩んだ時は食材の色で決めています。ご飯の白、葉野菜の緑、卵の黄色、人参やトマトの赤、海苔やキノコの黒、この5色を意識して普段のご飯を作っています。最後に昆布の佃煮を入れて出来上がりです。美味しそうなんじゃない？お弁当の出来上がりです。美味しそう。どうですか？ママのご飯は。どう？美味しそう？うん。うん、お芋さん食べる、すーちゃん。お鳥さんも食べれるよ。美味しそうでしょ。食べよう。いただきます。バイバイしてんの？バイバイしてんの？この日はお天気が良かったのでお庭で食べてピクニック気分を味わいました。普段の食事もお弁当箱に詰めるだけでより美味しく感じますよね。今皆さんもお家の中で過ごす時間が増えていると思います。気分転換にお弁当を作ってみるのはいかがですか？お弁当箱がなければタッパーでもお菓子の入っていたカンカンでも何でもいいと思います。インスタグラムやツイッターでタグ付けしてくれると覗きに行きますので、オリジナルのお弁当ぜひ作ってみてくださいね。はい、では今週もご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。 Thank you for watching. Thank you for subscribing.
If you have any request, please let me know in the comments. それではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time! バイバイ!